love at first sight when I looked in those eyes all those years ago。皆さんこんにちは、翔吾です。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。作例いかがでしたでしょうか。ちょっとこう昔ながらというかフィルムで撮ったようなイメージの映像になっていたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今回ですねこういった、フィルムのイメージ、フィルムのような映像っていうのを簡単に、まあ、作ることができる、デハンサーという動画編集ソフトで使えるプラグインですねっていうのを紹介していきたいと思います。まあ、今カラーグレーディングとかされていて、まあ、ちょっとこうフィルムのようなイメージっていうのを再現したいっていう方なんかにはかなりハマるものになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。でこちらですねちょっとレビューをするっていうことで、まあ、ご提供いただいたものにはなるんですけど、一応1ヶ月でまずレビュー動画を出してほしいっていうことなので、まあ、ちょっと使い始めてまだ日が浅くてですね、一応まずは第一印象ファーストインプレッションとして今回のレビュー動画を出させていただきます。なので今後もですね結構使っていって、まあ、何か変わるようなところとか、進展するようなことがあれば、その都度またレビューの動画を出そうかなと、都度になるかわかんないですけど、まあ、レビューの動画また出そうかなと思いますので、まあ、まず、ファーストインプレッションとして今回の動画を見ていただけたら嬉しいなと思います。というわけで今回はデハンサーの紹介です。行ってみましょう。 In the middle of this ghost town Is this the end where everything goes down Are we gonna push through to find out Working throughAll these issues, I live a year, all the things we've been through. Are we gonna stick around to fight now?はい、というわけで改めまして今回はデハンサーという動画編集ソフトで使えるプラグインについてお話ししていこうと思います。まあ、冒頭にもお話ししたように、まあ、このデハンサーっていうのはフィルムのイメージっていうのを簡単に再現することができるプラグインになってます。で、まあ、最近ですねやっぱりこう、カメラとかレンズの性能がすごい上がってきて誰でも簡単に高画質な映像っていうのを撮ることができるようになってきたかなと思います。でやっぱりそういった高画質なこう綺麗な映像っていうのがありふれる中で、やっぱり動画編集にこだわっていく方って、まあ、それだけではなくて他の方向性っていうのもすごい模索し始めるんじゃないかなと思います。まあ、例えばすごいこう、エフェクトとかをかけたり、それからアフターエフェクツとかモーション VFX ですかね、まあ、とか使って結構こう、ゴリゴリ編集した、映像にしたりとか、それこそ今回紹介するような昔ながらの映像、フィルムのような映像っていうのを再現されるようになっていて、まあ、例えばオールドレンズを使うとかもそうですけど、まあ、そういった、ありふれた表現とはまた別の表現っていうのを、模索されている方は、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、そんな中で、今回紹介していくデハンサーっていうのは、昔ながらの映像、実際にある、フィルムの色味っていうのを再現されていて、まあ、そういったプリセットが入っているので、まあ、簡単に、フィルムのイメージっていうのを再現することができます。まあ、それを、ちょっと今回ですね、まあ、レビュー依頼というような感じで、提供していただいて、まあ、ちょっと実際に使ってきてみ、ましたので、まあ、その感想とかも踏まえて今回はちょっとお話ししていけたらなと思います。ただまあ最初に言ったようにちょっと今回、まず1ヶ月という期間がありましたので、まあ、1ヶ月の間で使ってみてということで、まあ、まだ使い込めてない部分も、結構あるかなと思いますので、まあ、第一印象、ファーストインプレッションとして今回の話は聞いていただけたら、いいかなと思います。また後日、別の動画とかでも上げていこうと思いますので、そちらも参考にしてください。はい、まあ、動画編集の、まあ、プラグインということでこれは実際に画面を見ながらじゃないとわからないかなと思いますので、ここからは編集画面に移っていこうと思います。はい、まあ、まず最初にですね、先ほど言ったデハンサーって動画編集ソフトで使うプラグインになりますので、まあ、皆さんが普段使っている動画編集ソフトに合わせて購入する必要があります。でまずそこはちょっと間違えないように気をつけてください。で僕はですね普段こうカラーグレーディングをするってなった時にはこのダヴィンチリゾルブを使っていることが多いので、まあ、今回もダヴィンチリゾルブ用の、デハンサーを試させていただきました。なのでまあ説明自体もこのダヴィンチリゾルブ内でやっていきますので、まあ、ちょっとご了承くださいというか、ダヴィンチリゾルブを使われている方は同じような内容になるかなと思います。でまずこのダヴィンチリゾルブ立ち上げていただきますと、まあ、こんな画面になってるかと思います。まあ、これは僕の撮ってきた動画になるんですけど、まあ、今回作例で使う、作例というか今回の説明で使っていく映像は3つ用意されてます。まあ、iPhone で撮ってる動画と、ルミックスの S5-2X で撮ってる動画、これはログ撮影になってます。でもう一個は、Sigma FP で撮っている、シネマ DNG ローの動画ですね。この 3つをちょっと使いながら、説明していこうかなと思います。
で、そう、最初にですね、このデハンサーですけど、購入してから、ダヴィンチリゾルブ内にどうやって入れていくのかっていうところで、これ全然難しくなくてですね、購入してその、デハンサーをダウンロードしていただいたら、まあ、そこから、その、ダウンロードしたものを開いていくとインストールができます。でもインストールできたら、ダヴィンチリゾルブを立ち上げればもうこの中にそのデハンサーが入ってます。まあ、それがっていうのがこのエフェクトですね。エフェクトのフィルターの一番下にこういうデハンサーっていうのが入ってますので、もうこの時点で使える状態になってます。なので最初のこう、まあ、手間というかそういった部分は全然難しくないかなと思いますので、ここは安心して使えるかなと思います。はい、ではここからはちょっと実際に使い方になってくるんですけど、まあ、これ使っていくのはカラーページに飛びまして、で、まあ、こういった画面になるんですけど、もうこのノードにですね、先ほどのデハンサー、これを入れてもらえると、もうこれで、このデハンサーが適用された状態になります。で、まあ、これが最初言ったようにあの iPhone で撮影している動画ですので、まあ、基本的には REC709、まあ、一般的な映像って言ったらいいですかね、一般的な色味の映像なので、まあ、それに適用するだけでこんな感じで色味が変わったりします。まずですね、このダヴィンチリゾルブ内でも、フィルムのようなイメージっていうのは再現はできます。例えば、この上の方にあるハレーションってやつですね、ハレーションっていうのを、適用してもらうと、まあ、言ったらハイライトの方とかがちょっとふわっとしたりとか、結構ねこの明るいところと暗いところの差があるところで、なんていうかフリンジみたいなものが出てきたりとかっていうので、ちょっとこう、フィルムのようなイメージっていうのが出せたりします。他にもですね、グローっていうもので、まあ、これを入れてもらうと明るい部分がこうふわっと、まあ、ハイライト、明るいところがなんかふんわりとしたような、雰囲気になる、こういったものももともとダヴィンチリゾルブに入ってます。で、何より、フィルムのイメージを再現するってなればフィルムグレインっていうのがあります。あ、これですね、フィルムグレイン、こういったものを入れてもらうと、フィルムならではのこうなんていうかノイズ感っていうのを表現することもできます。まあ、こういったものがもともとダヴィンチリゾルブ内にも入ってるんですけど、まあ、このデハンサーっていうのを使うとですね、その、まあ、ハレーションであったりとか、このブルーム、このブルームっていうのがグローのものになると思うんですけど、グローと同じような効果があるんですかね、っていうものとか、あとこのフィルムダメージっていうやつですね、このフィルムダメージっていうのでも、そういったことができ、先ほどのフィルムグレインみたいなことができます。じゃあもともとダヴィンチリゾルブでできるんだったらこういうの必要ないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ、ハレーションとかブルームっていうのはちょっと似たようなところはあるんですけど、このフィルムダメージとかっていう部分で言うと、他にもこのフィルムブレスっていうものであったりとか、ゲートフェーブとか、まあ、こういったものがあったりするんですよね。で、このあたりは、フィルムならではのこう画面の揺らぎ、フィルムがこう回っていく時の画面の揺らぎみたいなものまで表現できたりするので、まあ、やっぱりそういった部分はまさにこうフィルムを再現するっていうところに特化していて、まあ、ダヴィンチリゾルブ内でやるよりはさらにフィルムのようなイメージっていうのは再現しやすいのかなと思います。それぞれちょっと適用していこうかなと思うんですけど、まあ、まずハレーションであれば、こういうの適用するとちょっと明るめな感じになったりとか、明るめというか、まあ、ハイライトがちょっと明るくなったり、まあ、このブルームでもちょっとハイライトが明るくなりますよね。で、フィルムのダメージっていうのを、つけてあげたりとか、フィルムのブレス、まあ、このブレスとかゲートウェーブって多分ね、実際に映像を流してないとわからないんですけど、これ、重いんですよね。今10フレームくらいしか出てないですけど、僕使ってるの、MacBook の M2 の MacBook Air を使ってるんですけど、これでも再生すると結構しんどいくらいなので、まあ、それなりに重いソフトだとは思っておいてもらった方がいいかなと思います。で、まあ、今実際にちょっとやっていきましたけど、このハレーションとかそれぞれの項目をですね、これエフェクトを、デハンサー自体を適用ノードに入れただけでは、このエフェクトっていうのがまあ、再現されてなくてですね、それぞれの項目にあるこの Enabled っていうのを、まあ、チェックを入れてあげないとそれが適用されません。まあ、これ実際今ハレーションのオンオフをしてみてますけど、端のあたりとかこの、明るいところと暗いところ、光と影のところになんかこうね、フリンジみたいなものが出たり消えたりしてると思うんですけど、まあ、こういうので有効にするっていうのを押してあげます。なのでまあ必要ないものは消しておけば、まあ、その項目は飛ばすこともできます。で、まあ、また各項目にこういうプロファイルってことで選んで簡単にこう、その数値を変更することができるものもありますし、まあ、ちょっとその数値、聞き具合みたいなのを変えたりすることもできるようになってますので、まあ、そういったものを使って細かく編集することもできます。まあ、これだけでもかなりですねフィルムのイメージに近づけれるっていうのもあるんですけど、まあ
このデハンサーの一番の魅力っていうのはやっぱり色味だと思います。まあ、デハンサー自体がこうフィルム、実際にあるフィルムの色味っていうのをこの中で再現してくれているので、それを選べるっていうのがこのデハンサーのすごくいいところなんですよね。で、まあ、ちょっと戻るんですけど、このデハンサーの、まあ、上の方、項目の上の方に行ってもらうとフィルムっていうものがあります。ここがですね、まあ、ちょっとプロファイルを開いてもらうと、もしフィルムカメラとかをやられてた方は、まあ、ご存知かなと思うんですけど、結構聞き覚えのある名前が出てくると思います。まあ、もちろんこの富士フィルムはそうですよね。富士フィルムの、例えば、ビビットとか、多分下の方に行くと、まあ、富士クロームの、ベルビア100とかこういったものがあったりします。もうこれ押すだけで色味変わりますよね。他にも富士フィルム、富士カラーのプロ 400H、 こんなポートレートとか撮られた方使ってたことあるんじゃないですかね。もう僕も多分使ったことがあったと思うんですけど、まあ、こういうのを押してもらうと、もうこれだけで色味が変わりましたよね。まあ、こんな感じで実際にあるフィルムの色っていうのをプリセットから選択して簡単に再現することができるので、これがやっぱりこのデハンサーのいいところかなと思います。で、他にもね、このプリントっていうのがまだしっかり分かってないんですけど、まあ、このプリントを使うと、例えば富士フィルムのプリント、多分これ出力するときにどういった処理をするかというか、ものになってくるのかと思うんですけど、まあ、例えば今、富士カラーの、富士カラープロの 400H にしてますので、それの富士フィルムのプリントフィルムを使ってあげますよっていうのをすると、こういった感じの絵になりますとか、例えばこれコダックもあるんですよね。フィルムのコダックって言えば、あのポートラ400とか結構有名とか一時期すごい流行ったかなと思うんですけど、僕も結構それ流行りに乗って使ってたんですけど、コダックのポートラ400っていうのにしてもらって、で、ここもコダックの、フィルムプリントフィルムにしてもらうと、まあ、多分相性がいいのかなとか思うんですけど、まあ、こういったところで色味を変えたりすることができます。まあ、これで今コダックのポートラ400の色味っていう感じになってると思うんですけど、まあ、これですよね。これが何よりデハンサーのいいところで、まあね、皆さんこうフィルムの雰囲気とかを作ろうと思った時に、結構こう昔のフィルムの写真とか見たりして、その色味を実際にカラーグレーディングをしながら再現していこうとしたりすると思うんですけど、まあ、それがもう元々デフォルトでこうやってプリセットで入ってますので、まあ、そこでこうそれがすぐに適用できるっていうのはかなり強みになるんじゃないかなと思います。で、またですね、まあ、このフィルムっていうのはそのフィルムを選ぶっていうような感じになるんですけど、このプリントっていう部分でいうと、その出力的な部分に関わってきますので、このアナログのレンジリミッターっていうのがあります。これをオンにしてもらうと、なんていうかね、その出力のされる幅、まあ、明暗差というか、明るいところから暗いところまでどれくらいの階調表現ができるかっていうのを、まあ、ちょっとリミッターでこう圧縮するような感じになるので、フィルムライクな表現をしようとした時によくね、トーンカーブのブラックポイントを持ち上げるような編集をされる方もいらっしゃるかと思うんですけど、なんかあれに近いようなことがこれをすると起きます。まあ、実際こう、オンオフしてみると分かると思うんですけど、明るい部分がちょっと、暗めにというか、明るい部分が少し落ち着いて、暗いところが少し持ち上がっているような、そういった、色味になりますので、まあ、これをオンにしてあげるとかなり、フィルムのイメージが一気に近づくかなと思います。で、最初、作例で使っていたのは富士フィルムのものになっているんですけど、ですね、これちょっと面白いのが、これちょっと詳しくはまだよく分かってはいないんですけど、このコダックのビジョン 3500T っていうのが、まあね、さっきまでのやつってフィルムカメラで撮る写真用のフィルムですよね、言ってしまえば。なんですけど、このコダックのビジョン 3500T って、なんか実際にフィルムで撮られていた映画を撮る用のフィルムとしてこういうのがあるっていう話で、まあ、そういったものが再現されてるっていうのもまた、いいなと思います。で、それのコダックの、まあ、プリントを、このコダック2383っていうのにしてもらうと、まあ、かなりね、こうフィルムのイメージに近づいた映像になるんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。まあ、こんな感じですね、簡単にフィルムのイメージの映像っていうのを再現できますよっていうのがこのデハンサーになります。で、そしてですね、実はこの、1ヶ月テストさせてもらっている間に、このデハンサーちょっとアップデートがありました。で、その中で増えたのがですね、この、オーバースキャンっていうものですね。オーバースキャンからですね。で、これですね、適用すると面白いのが、
こんな感じでですね、フィルムの、枠みたいなのを作ることができるんですね。まあ、あくまでこれそのクロップみたいな感じになるので、元の映像が全て使われるわけではないですね。これオンオフすると分かるんですけど、違うこっちですね、オンオフするとこんな感じで、まあ、クロップされて、フィルムの雰囲気っていうのが再現されるんですけど、まあ、ここからですね、まあ、ゲートタイプっていうことでスーパー35っていうんだけど、まあ、これが一般的に 35mm のフィルムっていう感じになると思うんですけど、 8mm フィルムとかにすると、こういったエフェクトをよく見られる方もいらっしゃるんじゃないですかね、こういったものとか、逆にこうワイドにしていく、スーパー35でワイドの表現にしてこんな感じにしたりとか、まあ、こういった、まあ、外側フィルムのようなフィルムの、まあ、枠みたいなものをつけることもできます。これがですね、この1ヶ月の間に、まあ、新しく入ってきまして、まあ、このデハンサー自体がこうどんどんアップデートっていうのがされているんだなっていうのを今回実感できましたので、まあ、これからもそういったところが、アップデートされていくんではないかなと思います。まあ、そういった面でも安心かなっていうところですよね。で、他にもまあこういったビネットっていうので、周辺を暗くしたりっていうこともできますね。まあ、よくあのオールドレンズって周辺原光が激しかったりするんで、まあ、こういうのを入れるとオールドレンズで撮っているように見えたりとか、そういった表現もできます。はい、まあ、ここまでがですね、まず、この iPhone で撮ってる、まあ、そもそも、REC 709で出てきている映像を編集させてもらいました。で、ここからですね、もう一個次が、この Lumix の S5-2X のログで撮影したものですね。これにも、まあ、このデハンサーをちょっと、まあ、適用していきます。でですね、この素材がまず、パナソニックの、Vlog で撮影されているものなので、元が REC 709ではないんですよね。とりあえずあのまずはさっきと同じ、フィルムはコダックの Vision 3500T で、プリント自体が、コダックの2383でアナログレンジにして、他のフィルム系もこの辺フィルムグレインとかハレーション、それからブルームで、フィルムのダメージ、まあ、ブレスとかゲートウェーブとかこの辺、まあ、ちょっとオーバースキャンは分かりづらくなるので今回は適用せずに、まあ、ビネットくらいまで、まあ、この辺全部適用して、やってみたんですけど、どうですかね、全然色味がないというか、すごいこう淡い感じの映像になってます。まあ、これがですね、ログで撮ったログで撮った映像に、そのままこうフィルムのエフェクトを適用している状態なんで、まあ、すごい眠いままなんですよね。で、こういったものを、このデハンサーの、項目の中から編集することができます。まあ、普段こういうログで撮影したものっていうのは、カラースペース変換とかっていうのを使って、まあ、REC 709の一般的な映像に一度戻して、それからカラーグレーディングとかを施していくようになるんですけど、まあ、これをですね、もうこのデハンサーの項目内で、編集することができます。まあ、それがこの REC 709っていう一番上のところですね、インプットのところの REC 709を押していただいて、この一番下に、チューズカメラっていうことで、まあ、カメラを選びますっていうのが項目があります。これを押していただくと下の項目が選べるようになりまして、ここからまあ今回使ったパナソニックのカメラで、でこれですね、まだあ、そう、でもすごいのがこれもうルミックスの DCS5-2 ということで、 S5-2 の、まあ、これ結構言ってもまあ新しいカメラ、今年入ってから出てきたカメラなので、まあ、それにももう適用というか対応されてるんですよね。で、まあ、今回 S5-2X なんですけど、まあ、S5-2 と色味的には Vlog っていうのは一緒かなと思いますので、 S5-2 を選んでパナソニックのこの Vlog にしてもらうと、これで、もう REC 709の、イメージに直ったと思います。はい、そうですね、まあ、これで、色味が、戻って、まあ、よりフィルムのイメージ、先ほどまで結構浅かった、映像がちょっと見れる、映像になった、見れるというか、映像が結構綺麗に出てきたんじゃないかなと思います。はい、なんで、まあ、こうやって中で、編集して色味を戻したりもできるんですけど、これ自体は、僕はちょっとこういう使い方今してなくてですね、今使ってる範囲で言うとこの REC 709のままで、ここのノードの前にもう一つノードを作ってですね、でここで、実は先にカラースペース変換で REC 709に戻します。はい、まあ、カラースペース変換を入れてもらうと、これはまあやったことある方はわかるかなと思うんですけど、まあ入力と出力っていうことで、入力はこのカメラのものになるんですけど、パナソニックの V ガマットで、入力ガンマがパナソニックの Vlog ですよね。
どこにあったかな、パナソニックの Vlog にしてもらって、で出力のカラースペースをレック709に戻したいので、レック709、そして出力ガンマが、これちょっと Mac のものなので、僕は普段これ一応ですね709の A にしてます。これ MacBook とか使われてる方は A にした方が色味のなんかズレがないとかっていうので、まあ、普段こういう風にしてるんですけど、まあ、これを選んであげます。これで、この、まあ、S5-2X のログで撮ったものっていうのが、まあ、REC709 相当に変換されたことになるんですけど、ちょっとこのデハンサーを一度オフにしますね。するとまあこういった感じになってます。でこの、REC709 で撮ってる映像、カラースペース変換を終えた映像がすでにちょっと暗めだなとかって思えば、これをこの時点で、ちょっと直してあげてた方がいいかなと思います。例えばまあ実際今見てみて、まあ、この波形的にもまだ上に余裕があるので、例えばゲインとかを持ち上げてちょっとこう明るさを調整してあげたりとかで、中間の部分もちょっと暗いなと思えば中間の部分を少し持ち上げたりしてあげて、まあより、最初の状態を、まあ、REC709 のいい状態に持ってきて、それからこの、デハンサーを入れてあげないと、なんというかその REC709 の映像そのものがなんか自分のイメージと違っていれば、その上から、まあ、このデハンサーのエフェクトを適用していくことになるので、それはちょっとずれてしまうかなと思います。なんで、今個人的にこう使ってる感覚で言うと、このデハンサー内でカラースペースの変換をしてしまうんではなくて、ここではもうREC709にしておいて、その1個前のノードでカラースペース変換でREC709にカラースペースを変えてもらって、でそこでちょっと微調整をちゃんとした上で、2個目のノードでこのデハンサーを使った方が、まあ思い通りに編集ができるのかなっていうのもありますので、今の段階では僕はこういった編集の仕方をしています。はい、まあ、これが、ログ撮影をした場合っていう感じですね。であとはですね、これの次に、Sigma FP ですね。まあ、僕は FP がもう大好きで、今回も Cinema DNG で動画を撮ってきたんですけど、これの場合はですね、まあ、これも同じような編集をしています。まずはノードを2つにしておいて、一番最初にこの、カメラローのところでロー現像をします。まあ、クリップにここのデコードにしようというところを、クリップにしてもらうと、このクリップそのものを編集することができるんで、まあ、ここで撮影時の設定が REC709 になっていて、まあ、このまま多分ね、デハンサーを適用すれば綺麗にいくのかなとは思うんですけど、僕は結構これを一度ログに戻したいので、まあ、ブラックマジックデザインさんのブラックマジックフィルムのログにしてしまって、でこのハイライトリカバリーとかっていうのを入れてもらうと、白飛びとかしていればそれを抑えることもできますので、まあ、まずここで、ブラックマジックフィルムに変えてしまいます。で1つ目のノードでカラースペース変換でこのブラックマジックフィルムになっているものを、まあ、ブラックマジックのフィルムの入力ですよね。ブラックマジックフィルムの入力から出力側をREC709で、出力ガンマをREC709の A ですよね、っていうのに変えてもらうと、これでまあ REC709 の映像に切り替わります。ノード1つ目の方でですね。ただこれで見た時にやっぱり暗いなっていう感じがありますので、でこれのこの Cinema DNG の場合はカメラローの中で露出とかっていうのをいじることができるので、まあ、ここで例えば露出を少し上げてあげる。ちょっとこれじゃ高いかな。まあ 0.5 くらいにしておきましょうか。とかでまあ、REC709 の状態で、納得のいく映像になったら、この2つ目のノードに先ほどのデハンサーを適用してあげるっていう感じにしてますね。でまあこの辺りとかも、最初の、ビジョン3の 500T でこれもプリントコダックのものにしてアナログレンジにしてとかってやっていくと、まあこういった感じで、まあ、最初にREC709 の映像を、まあ、いわゆるカラーグレーニングでいうカラーコレクションですよね。カラーコレクションを先にしてあげてから、後からこういった、エフェクトをかけてあげた方が、まあ、コントロールはしやすいかなと思いますので、まあ、一応これがおすすめかなとは思います。はい。まあ、こんな感じで、になりました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと画面収録自体が初めてで、結構あたふたしたんですけど、まあ、うまく伝わってれば、嬉しいです。
で、まあ、ここまではデハンサーの実際の使い方についてお話ししてきたんですけど、まあ、ここからは、もうこの1ヶ月試してみての感想を、話していこうかなと思います。でまずこのデハンサーの、まあ、レビュー依頼を、いただいた時に、一番最初に思ったのが、まあ、今まで作ってきた僕の作例とか、っていうのとちょっと方向性が、全然違うかなっていう印象を持ってました。まあ、要は、僕が使って合うのかなっていうのが結構心配だったんですけど、まあ、というのも、今までの動画を見られている方は、分かるかなと思うんですけど、まあ、僕はまずシグマのレンズを、シグマの機材を結構使ってるんですよね。まあ、シグマのレンズって、結構よく言われるのが解像度の高くてこうカリッとした、すごいこう明瞭度がある、明瞭度があるって言ったらですけど、まあ、すごいねくっきりとした絵が出てくるレンズっていうものが多くて、で、使ってるカメラもシグマ FP とか FPL ってシネマ DNG っていうローの動画が撮れるんですよね。要は今まで作ってきてる映像って結構こう画質とか、画質に結構ポイントを置いて作ってきている映像が多かったので、まあ、フィルムの表現って言ったらこういう画質を劣化させていく表現になるんですよね。だから画質を劣化っていうとなんかちょっと言い方が悪いような気もしますけど、まあ、言っても方向性的にはそんな感じで、まあ、真逆の表現っていう気がしてたんですよね。なんでまあ合うかなどうかなっていうのは心配だったんですけど、実際使ってみると、まあね、これもう別の意味で要は画質が良くなるとかそういう話じゃなくて、要はやっぱりね、表現の幅が広がるってよく言いますけど、すごいそれは思いました。いい例で言うとですね、2470の作例を作った時に、重要文化財の駅を撮ってたんですけど、まあ、重要文化財っていうくらいなんで、すごいね古い雰囲気の建物なんですよね。で、建物を撮った時の映像とかにこの、デハンサーを、まあ、取り入れると、多分ね画質のいい映像よりもより雰囲気のいい映像になると思うんですよ。要はやっぱ撮り方とか、まあ、撮るもの撮り方、そういったところがちゃんと、フィルムのイメージに合っていて、でこのフィルムの表現っていうのを、取り入れていくと、絶対その高画質で撮ってるものよりもさらにこう印象的な映像っていうのが仕上がるというか、いいものになっていくなっていう印象があって、こういった表現はあんまり今までやってきてなかったので、なんというか気づかされたというか、やっぱり映像って、まあ、画質が全てじゃないなっていうのはすごく思いました。まあ、やっぱり映像ってね、まあ、映像もそうですけど、まあ、音とかも重要ですし、まあ、内容もそう、ストーリーみたいなのも必要だったりもしますし、まあ、やっぱり映像ってそういったものを全ての兼ね合いで、全てがうまく合わさって一つの作品として出来上がっていくものなので、まあ、やっぱそのねフィルムの表現っていうのを取り入れるっていうのは一つ、自分のこう表現の幅が広がったっていうのは、やっぱり感じました。よく言う話だなとは思うんですけど、改めて、僕もそういう風に感じます。はい。っていうのはやっぱまず一番最初に思ったところかなっていうところですね。で、他に思ったところで言うとですね、これまずですね、デハンサーのこれ作例を、事前に出してます。1分ちょいかな、結構短い動画出してるんですけど、これ再生数が全然回らなくて、多分皆さんあんまり見られてないのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとデハンサーの作例、今回の、このレビューを聞いて気になった方はぜひ見ていただきたいんですけど、まあ、まずですね、その作例はルミックスの S5-2X のログの、撮影をしていて、まあ、ダヴィンチリゾルブでデハンサーを使って、作例として出してるんですけど、その中で iPhone で写真とか映像を撮ってるところがあるんですよね。でそれはその iPhone で撮ってるところっていうのは、そのデハンサーの、まあ、これを作られているメーカーさんが、スマートフォン向けにデハンサーのアプリケーションも出してるんですよね。でそのアプリを使えばスマートフォンで撮った写真とか映像にも、まあ、今回使ったようなその、フィルムのルックっていうのは適用して、まあ、フィルムの、表現っていうのを簡単に再現することができるので、まあね、そういったアプリもあるんで、もし気になる方はぜひそのアプリケーションもチェックしてみてほしいです。一応ちょっとそれは有料にはなるんですけど、ちょっと気になる方は、例えば普段スマホでしか写真とか動画撮らないですよっていう方は、そちらの方が合ってるかなとも思いますし、ぜひ一度チェックしてみてください。なんか宣伝みたいになっちゃいましたけど、それは本題ではなくて、そうではなくて、そのスマートフォンで撮った時なんですよね、問題は。スマートフォンってやっぱ最近のね、スマホの動画ってすごい手ブレ補正がしっかりしていて、まあ、滑らかな映像が撮れるじゃないですか。でやっぱり今まで通りの撮影の仕方で、スマートフォンで撮ってる時もちょっとこうね歩きながらとか、ちょっとカメラワークを気にしたりしながら撮影とかしたりしたんですけど、なんかねその映像にデハンサーのアプリケーションを通して、まあ、フィルムのイメージに変えた時にすごい違和感を覚えたんですよね。
ていうのもやっぱりねこう、電子手ブレ補正が優秀でもう手ブレしない映像、まあ、ジンバルとかを使った映像とか、まあ、そういった撮影映像の表現って現代的じゃないですか。でそれに対してこのフィルムのイメージデハンサーっていうのを採用するとなんかちょっと違うなっていうのは、あります。やっぱり相反するものなので、このデハンサーをやっぱ使う時には、それなりの撮影の仕方とか、まあ、撮るものも大事かなと思いますし、まあ、さっき言ったような、重要文化財の話もそうですけど、まあ、そういった、撮るものとか撮影の仕方でこのデハンサーが生きるか生きないかっていうのは結構、まあ、差が出てくるかなっていうのは思いますので、まあ、使う前提で撮るときには、ちょっとそういった撮影の仕方は、考えて撮らなきゃいけないかなっていうのは思います。多分この動画を出してるときにはもう Vlog が一つ上がってると思うんですけど、そこでもちょっとお話ししてると思います。まあこのデハンサーの作例をちょっと撮ったりしてたんですけど、まあ基本的にデハンサーを使う前提であれば、もう手持ちで撮ってちょっと手ぶれしてるくらいがいいとか、三脚を使って固定の映像を撮った方がいいとか、そういった感じは、ちょっとここ1ヶ月使ってみて思いましたので、まあ使われる方はぜひ、参考にしてみてください。であとですね、まあこのデハンサーの、まあ、フィルムをこう再現するっていうのはやっぱりフィルムの雰囲気って古いイメージがあると思うんですけど、こういうのをうまく使うと回想シーンでめちゃくちゃいいなっていうのを思いました。もうこれもね今回出している Vlog とかでちょっと使ってはいるんですけど、あの時こうだったよねみたいな話をしながらその頃の映像を出して、ただ普通の映像で出すとなんかこの回想感ってあんまないじゃないですか。こう昔の映像ってイメージがあんまないんですけど、やっぱこのフィルムの、まあ、例えばさっきのフィルムの枠とか、フレームみたいなところ使ったりして、まあ、あとはねサウンドエフェクトとかで映写機の音ガラガラっていう音とか、まあ、そういうのを使ったりしていくとすごいこう回想している雰囲気っていうのが、伝わってきてものすごくいい表現だなと思いました。まあ、そういった使い方もできたりするので、まあ、映像作品で使うでもいいかもしれませんし、もう普段の Vlog とかから、そういった使い方をするっていうのもいいと思いますし、まだまだなんか使い方があるのかなっていう気もしてるので、まあ、まだ1ヶ月使っただけなのでここからもいろいろ模索していきたいなっていうのが、正直今思っているところです。はい、まあ、これがですね今のところ1ヶ月使ってみて自分が思っている、感想かなっていうところで、まあ現時点で、まあ、このデハンサーがどういった方におすすめできるかっていうところなんですけど、今思うのは、まあ、今までカメラをやってこられていて、で、まあ、カラーグレーディングとかもやってみて結構こう表現の幅にちょっと、まあ悩んでいるというか、もっといろんな表現をしてみたいなとか、まあ、それこそオールドレンズを試し出しているとか、そういった方にはやっぱり一つの表現方法としてこのデハンサーはかなりハマるんじゃないかなと思います。で初心者の方にはちょっとおすすめしにくいっていう、わけではないんですけど、まあ、使い勝手はめちゃくちゃいいです。正直先ほど言ったようにプロファイルとかがしっかり、あるので、まあ、簡単にもうそれを選択するだけでフィルムの、表現っていうのはできるので、まあ、使うのが難しいっていうのは全然ないんですけど、なんせ値段が結構高いです。ちょっと今の値段がどれくらいか分かんないですけど、まあ、言っても結構、価格はしたはずなんで、そうやっぱ初心者の方にいきなりおすすめできる値段ではないかなっていう感じがしました。ただまあ初心者の方でもやっぱりもう自分はこういうフィルムのイメージの映像が好きなんだ、フィルムの表現をとにかくしていきたいっていうのがもう最初からあるんであれば、初めから使ってみても、まあ、先ほど言ったように、使用感自体は全然難しくないので、まあ、初心者の方でも全然使っていただけるかなとは思います。でしかもクオリティはかなり高いので、まあ、初めからかなり、いい映像とかを撮ることはできるんじゃないかなと思いますし、まあ、そのあたりは、ちょっと購入する際に参考にしていただけたらいいかなと思います。ちなみにですけど、スマートフォンとかで写真とか映像を撮っていて、このフィルムの表現をしたいっていう場合は、このプラグインとか使われるんではなくて、もう先ほど言ったようにアプリケーションでデハンサーがあったりするので、まあ、そちらを試してみるのも一ついいのではないかなと思います。一応ちょっとそういう方は、そういったものもありますよという紹介はしておきます。いいですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあこれでですね、大体、話したいことは全て話し尽くしたかなと思いますので、今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあまずですね、こういった依頼を受けてやるレビューって多分これが初めてじゃないかなと思うんですけど、まあそういったこともあって結構ね、話し方とかなんかうまく伝わらない部分とかもあったかもしれないんですけど、まあ言ったらねすごい動画も長くなってるかもしれないんですけど、最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。
で、まあ今回はそれで1ヶ月の間で、レビューをまず出して、レビュー動画出してくださいというふうに言われていたので、まあ、ちょっとその期限の間っていうので、しっかりデハンサを使い切れてはいないと思うんですよね。使い切れていないし、まあ、まだまだねこう使い方も模索すればいろいろあるなと思う中で、まあ、まずはこの第一印象、1ヶ月使ってみての感想として、今回は動画を出させていただきました。なんで今後もですね、結構このデハンサーを使ったりしてみて、まあどんどんこう使い方であったりとか思うところ、そういった部分が出てきましたら、まあデハンサーのレビューみたいな感じで第2弾もまたいずれ出せたらなと思いますので、まあ気になる方はぜひそちらの動画もチェックしていただけたら嬉しいなと思います。まあ、なんでね、ぜひチャンネル登録していただいて、その動画が出た時に見逃さないようにしておいていただけると、嬉しいです。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ちなみにですね、今までここ最近の動画で結構デハンサーを試したりっていうのもやったりしてるので、まあ、最近の動画もちょっと遡って見ていただいたら、ちょっと何個か作例的に、見ていただくこともできるかなと思います。多分直近で出てる布引きの滝の Vlog なんかは、結構わかりやすいかなと思いますので、ぜひそちらも見てみてください。